さあ今日のメインのカードです。WBC 世界ヘビー級タイトルマッチ、レノックス・ルイス対、アンドリュー・ゴロタの一戦。先ほどから言ってますように、挑戦者のアンドリュー・ゴロタはですね、昨年ボートの2連戦で仕掛け負けはしてるんですけれども、ボーをもうノックアウト寸前まで追い込んだ強者であります。対するこちらレノックス・ルイスの方なんですが、小泉さん、ここ2戦、防衛を飾っているわけですけれども、どうもすっきりしないという試合が続いておりまして、相手が、これは戦意喪失したりですね、はい、それから先日は失格勝ちですよね。その辺どう受け取ります？これレノックス・ルイスのせいじゃないんですけれど、たまたま運が悪いっていうかですね、相手がですね途中で泣き出してですね、そのギブアップしたり、ヘンリー・ハキン・ワンではですね、レノックス・ルイスが戦おうとするのにもうクリンチ、ホールドばっかりだったんですね、はい、だからそういうところでレノックス・ルイスの株も決して高まってはいないですね。そうですよね。だからこれ強敵を迎えてですね、これスカッと勝つことによってレノックス・ルイスは自分の強さをアピールしたいところですね。浜田さん、確かにレノックス・ルイスはですね、最初チャンピオンになった時はペーパーチャンピオンと言われて認定だったですよね、はい、で今までもそれほど強い相手とやってないじゃないか、実際やってるんですけども、そう言われ始めているところで、ね、勝ちたいでしょうね、このスカッとね、今回は、今度はもう本当に実力的には、誰がもう認めるゴルタですからね、それで、ルイスからすると前回のその2人とは違って、ゴルタの場合は小細工しないですから、はい、それと正々堂々と何にもなしに向かってきますからね、そういった面ではもう力の発揮のできる相手だと思いますよね。まさに強さの証明できる相手ではないでしょうか。さあそれでは改めてチャンピオンレノックス・ルイスのプロフィールから参りましょう。安江さんです。はい、ご紹介しましょう。英国の誇りと称されますレノックス・ルイスはイギリスのウェストハム出身の32歳です。88年ソウルオリンピックのスーパーヘビー級にカナダ代表として出場し金メダルを獲得、その翌年プロデビューしています。92年イベンダー・ホリフィールドを破って統一王者になったあのリディック・ボーが WBC 王座を放棄したために WBC 世界ヘビー級チャンピオンに認定されました。そのタイトルを3度防衛しましたが、94年オリバー・マッコールにまさかの TKO を負け置きし初の挫折を経験しました。しかし97年タイソンが返上したタイトルの決定戦でオリバー・マッコールに雪辱を果たし王座に返り咲いています。今日が2度目の防衛戦となります。戦績は32戦31勝1敗、31勝のうち25の KO 勝ちがあります。果たして今日一打筆頭の右ストレートが見ることができるんでしょうか。楽しみです。前回はマッコールと2度対戦しているんですが、最初の時は敗れているわけです。その後どんな変化が見られたか、その辺も踏まえて VTR で追いかけてみたいと思います。マッコールに敗れ王座を追われた試合を含めまして、ルイスのその後の戦いぶりです。振り返ってまいりましょう。まずは今から先ほどからお話がありますマッコールに敗れた試合ですね。94年の9月24日に行われた試合です。浜さん、はい、これも大番狂わせと言われましたよね。本当に誰がも想像しなかったんじゃないですかね。もうむしろ勝つと思ったのはマッコールサイドぐらいじゃないですかね。小泉さんはどう見てましたこの試合。順当ならレノックス・ルイスのもんだろうなと思ってましたね。やはりそうですよね。ただマッコールはですね、マイク・タイソンのスパリングパートナーとしてですね、強いパンチを受ける、あるいは殺すトレーニングというのはかなりしてますからね。このカウンター、右一発。これ食ってしまったんじゃ、本当に正面衝突の衝撃が倍になりますからね。もう実、今の一発で試合が決まったと言ってもいいでしょう。もう一回ご覧いただきましょう。これかなりマッコール練習してたそうですね。もうこればっかり練習してたらしいです、それを練習させたのがそのエマニュエル・スチュワードトレーナーなんです、皮肉なことに現在レノックス・ルイスのトレーナーはそのスチュワードなんですね。さあ負けた後の、ルイスをご覧いただきたいと思います。まずはトミー・モリソン、95年の10月に行われた試合です。これも浜田さん注目された一戦ですよね、はい、モリソンというと知名度もあるしですね、俳優のジョン・ウェインのですね、老いの子供ということでですね、一時は話題を呼んだし、
ジョージ・ファーマンに勝ってほしいっていうのは光りますけどね。見事なミニラッパーです。まあ、この試合の後でしたよね、あのエイズに感染していたということが発覚になりまして。そうですね、現在は退いている格好になっています。トミー・モリソン、浜さん、しかしこの試合のルイスですよね、はい、どう見ました？私はですね、まあ、あのルイスの本来の力からするともっと早いラウンド、そしてもっと一方的に豪快にというふうに思ったんですけど、あのオリバー・マッコールに一発食った後ずいぶん慎重になってきたなというふうに思いましたね。さあ、そして、96年5月のレイ・マーサーとの試合です。この試合は判定になっています。まあ、負けてからですね、小泉さん、何かこうルイスに変化というのは感じられます？まずトレーナーを変えましたよね。先ほど申し上げましたエマニュエル・スチュワード、はい、まあ、名トレーナーなんですけど、彼を雇って、まあ、積極的に改造に取り組んだわけですね。あの右パンチ一本やりでなしに左も使えると、はい、もうオールラウンドな選手に改造しようとしたんですけど、まあ、その改造中というところはですね、いろいろまあそのまあ、研究して試行錯誤をするせいかですね、もう一つその強くなったなという感じはしなかったんですけど、ただし徐々に左を使えるようになってきてたことは確かなんですね。ただこのレイ・マーサー戦は苦戦しましたよね。苦戦しましたね。まあ、ゴロタがあえて言うならばこのマーサーにちょっと緊張はねだいぶ違いますけども、似てないことはないですよね、タイプ的に。そうですね、これが10ラウンド判定勝ちでした。さあ、そして、次の試合がいよいよ WBC のですね、タイトルを取る試合です。これがまたオリバー・マッコールとの再戦という形になりました。王座決定戦です。97年2月マッコールも浜さん、随分チャンスをもらっています。まあ、こういうね、そうですね、実力はもちろんあるからですけどもね。まあ、この時にマッコール変な動作があったわけですけど、ただやっぱり1ラウンド目、2ラウンド目というのは本当にマッコール一発狙いでいってるんですよね。ですね。それでやっぱり、自分がやろうとしたのが全部通用しなかったということで、ああいった形が出たんじゃないですかね。ちょっと精神面をね、試合中に崩してしまうんですが、それはあるいはその不正な薬物を使用していたためではないかということで検査も行ったんですが、結果は白でありました。そろそろもうフロントランクのマッコールがだいぶおかしくなってきます。精神面をだいぶ崩してしまいます。途中でもう試合放棄のような、ね、姿勢を完全に見せてしまいます。長くボクシング見てますけど、こんなの珍しいですよね。まあ、ロベルト・デュランがですね、シュガレ・レナードとの最初のノーマース、もうこれ以上戦うの嫌だと、そういうことはありましたけどね、試合途中泣き出したんですからね。レフリーのミルズ・レインも最終警告をして試合をストップさせ、打たれっぱなしになってますからね。もう完全な戦意喪失で、精神状態もおかしかったですね。まあ、ですから1ラウンド2ラウンド目のボクシング見ると本当にこれで通用しない、悲しくなったというあれじゃなかったかなとも思いますけどね、はい、本人に聞いてみないと分からないですね。右の男性がエマニュエル・スチュアードトレーナーです。ちょっと隠れてしまいました。正面に出てるのはフランク・マローニーマネージャーですね、はい、さあ、そして今の形でタイトルを手に入れました、ルイスが1度目の防衛戦、ヘンリー・アキン・ワンで2メートルを超す大男です。これがまた失格という結果になりました。失格ガチです。まあ、WBO のチャンピオンでですね、無敗で非常に期待された、まあ、身長2メートルを超えるですね、そのヘンリー・アキン・ワンで、これもいい組み合わせだと思ったんですよ。そうですよね。ところがですね、
レノックス・ルイスのプレッシャーに対してですね、もうホールドばっかり繰り返したんですね。で警告にもかからずホールディングを繰り返して結局、まあ、失格負けだったんですね。まあ、レノックス・ルイスからすると、まあ、反則勝ち失格勝ちなんですけど、またレフリーがミルズ・レイなんですよね。この試合の前に例のホリフィールド・タイソンの2が行われておりまして、なんかこの辺りは連続した形になっていました。オリバー・マッコールとの試合もミルズ・レインでしたね。なんか変な因縁ですね。絡んでますね。このように、まあ、せっかく新しく作戦を立ててきたレノックス・ルイス、新しい力を見せようとした試合なんですが、それを発揮できておりません。ですから浜田さん、はい、まあ、前回のタイトルを手に入れた時も認定チャンピオンでした。今回はああいった先ほどのオリバー・マッコールが途中で試合を、ね、投げるような形になってしまいまして、でこれが初防衛戦、まあ、周りがねなかなかこのルイスを認めたがらないわけですよね。そういった面が本当に力はあるんですけど不運ですね。まあ、かわいそうなところありますね。そうですね、はい。小泉さん、ここまでの流れはどうですか。スチュワードのこう授けたものがちょっと出されてないような感じありますよね。私はですね、あのヘンリー・アキワンデとの試合ですね、はい、結果的にああいうふうに持ち込んだっていうのは今までですねどうも攻撃が断続的だったんですね、はい、ところがつながるようになってきましたね。で連打が出るようになってきましたし、だからそういう面で戦力的にはアップしていると思いますね。あ、そうですか、はい、はい。というのがチャンピオンレノックス・ルイスでありました。対する挑戦者アンドリュー・ゴルター参りましょう。こちらもまずプロフィール紹介です。どうぞお願いします。はい、ご紹介しましょう。挑戦者は最近の2試合ですっかりダーティーファイターの、肩書きがついた感がありますね。アンドリュー・ゴルターです。ポーランドワルシャワ出身の29歳、88年ソウルオリンピックのこちらはヘビー級にポーランド代表として出場しまして銅メダルを獲得。その後92年にルーズベルト・シュラーを3回 TKO に下しプロデビュー。94年には元 IBF 世界クルーザー級チャンピオンのジェフ・ランプキンに1回 TKO 勝ちするなど KO 勝ちを重ねてきました。しかし96年7月12月と2戦続けて元統一世界ヘビー級チャンピオンのリリック・ボーを苦しめながらローブローによる失格負け、初の黒星を喫しながらもボーを追い詰めたゴルタの評価はうなぎ登り、今回の試合につながったわけです。成績は30戦28勝2敗、28勝のうち25の KO 勝ちがあります。最近の悪いイメージをですね吹き飛ばす強打が見られるんでしょうか。今日はクリーンなファイトを期待したいですね、はい。まあ、あの先ほども言ったんですけれども、負けながら評価が最近うなぎ登りだという、で今回世界初挑戦というのも小泉さん何かこう、いい運を持ってるという感じですね。まあ、今までリディック・ボーは強いっていうイメージありました、評価がありました、それを相手にしてですね、まあ、結果的には反則負け、ローブローによる反則負けなんですけれど、はい、まあ、その特に最戦ではダウンを2度させましたし、こいつは強いっていう評価がですね世界中に広がりましたね。だからゴルタだったら誰と戦わせても面白い、ゴルタは強い、その相手がレノックス・ルイスでしょう。だからこれは好カードですよね。さて、今少し時間があります。それではこのボートの2戦も含めましてゴルタのここ数年ちょっと振り返っておきたいと思います。どうぞ。WBC のランキングは2位です。さあ、まずサムソン・ゴーハ戦ご覧いただきます。これはヘビー級のノンタイトル10回戦95年の試合です。テクニック面ですよね、はい、具体的にどういうテクニックを、ですね、そんなに考えた難しいテクニックじゃないんですよね、はい、この選手は、ただ一生懸命ただやると、それがやっぱり実戦で養った感じですかね。自然とうまくパンチを殺すこともできるし、ね、仮に打たれたにしてもタフですね、この選手は。そうですね、ナチュラルな強さを持っています。まあ、アマチュアでですね、そのソウルオリンピックのヘビー級ですね、その準決勝で韓国のパク・ヒョンマンに、まあ、2ラウンド RSC で負けたんですけどね、
でそのパク・ヒョンマンがレイアン・マーサーに負けてレイアン・マーサー優勝したんですけど、まあ、アマチュアのキャリアありますから、はい、やはりボクシングは結構しっかりしてますね。ガードも高い、左からその攻めるボクシング、この試合この辺はちょっともらってます。ここでですね、ちょっと噛んだんですよね。本当に何をしてるか分からんですね。まあ、頭突きとかですね、噛みつきとかそういうのもあるんですよね。ダーティーファイターのイメージがあるんですけどね。しかし、まあ、今回の試合を迎えるにあたってかなりその辺を整えてきたと言っています。まあ、なぜならばその今回は世界タイトルなんだと。ですからこれにかける意気込みというのもやっぱりこの、ゴロタはだいぶ違うようです。試合はここでストップします。5ラウンド TKO 勝ちを収めました。徐々にプロの水に慣れてき始めたっていうところですね。ですね。続いて、先ほどと同じ年ですね、3ヶ月後8月にウエスト・ターナーとの試合を迎えています。この試合は早く終わりました。1ラウンド TKO 勝ちです。さあ、この試合ではどういったものが見ることができますか。これがまあプロ25戦目ですね。まあ、ガードも硬いですね。まあ、フォームもしっかりしてますね。はい、で左から攻めますね。浜田さん、さすがにこの辺はメダリストだなっていう、まあね、だんだんフォームがしっかりしてきたということを言えるんじゃないですかね。力強さを持っています。1ラウンドで勝負を決めました。相手はダネル・ニコルソン。この試合は8ラウンド終了 TKO 勝ちという内容です。トランクスは同じ白に赤のベルトラインサイドラインが入っています。アンドリュー・ゴロタ。そうですね、浜さん、こう戦い方が整ってきたっていう感じですよね。そうですね、全体的にフォームがしっかり、そして まとまってきたという感じしてるところで、また今これ続きですね。とんでもなくことを本当にやりますね。ヘッドバット。こういった面を持ってるから、そういうことしなくてもこの流れっていうのはいずれ乗っかできるなっていう状態ですからね。そうなんです。決して不利なところで出してるんじゃないんですよね。だから何を考えてないんでしょうね。だからナチュラルにダーティーなんですよ。まあ、この選手の場合はレフリーが試合前に注意を与えるときにストリートファイトじゃないんだというストリートファイトという言葉を使ったりもします。8ラウンド終了で TKO 勝ちです。今隣で小柄で白髪の方がルージュバトレーナーです。まあ、関西じゃ不良少年のことゴンタって言いますけど、本当ゴロタっていうのはゴンタってなんですね。似てますよ ねさあ、そして、問題のですね、リリック・ボートのこれは第2戦の方をご覧いただきたいと思います。この時はボーも気合い入れてきたんですけどね。これダウンなんですよね、ボーが。まあ、見た目以上に威力あるんでしょうね、右のプレートは。ボーも懸命に応戦しています。ものすごい荒いファイトになってます。ここで今度はゴロタの方がダウンなんですね。まあ、しかし棒にあれだけ打たれて、まあ、ダウンするのは仕方ないにしてもタフですよね。
今のご覧いただいたでしょうか、完全なるローブローです。度重なるこのローブローで失格、負けを喫するわけです。これもあります。あ、これはダウンですね。だからこの試合2度目のダウンを与えるわけですね。この状況だとですね、もうゴルダ何もしなくてももう勝ってたんですね。はい、まあ、ポイントではリードしてますね。自分で反則負けにいったんですね。これ今のローブはちょっとひどすぎますよね。もうベルトよりちょっと下っていうローブじゃないですね。まあ本人もかなりこの2戦を悔いています。で最近は練習にかなり打ち込んでおりまして、あのルー・ズバが言うにはですね、ゴルタの姿が見えないだなと思ったらこうジムへ行ってトレーニングしてるんだと、かえってズバがですね、そんな練習するなと抑える役目に回ってるそうです。それほど今回は気合を入れてきているということであります。さあ時間が近づいてまいりましたけれども、それではですね、この両選手のですね、計量のシーンが届いてきていますので、それを準備ができたらご覧いただきたいと思います。まずはアンドリュー・ゴルタ、10月の2日に行われたものです。本当に浜さん、ナチュラルですよね、はい、この大きさというのはね。うん、まあ自然に大きくなったような、まあ、作った体じゃなくて自然に大きくなったような感じしますね。そうですね。244パウンド、111キロです。Okay, Andrew Galata, 244pounds. そして今度はルイスです。ルイスもこれ同じなんですね、実は。全く同じパウンドが出てまいります。244ポンド、111キロですね。はい、非常に落ち着いた表情を見せています。身長はわずかにルイスが上回っています、3センチ。さあそしてご覧のような、まあ、身長体重リーチになります。小泉さん、この数字ご覧いただいてどうでしょうか。だから体格的にはほぼ似通った、体力的にもですね、相手なんですけれど、まあ、ルイスの方が最近連打に磨きをかけてますね、はい、ゴルタの方はですね、やはりボクシングしながらそのタイミングがあればその強いパンチ入れると、はい、タイプがちょっと違いますね。さあそして、間もなくですけれども、ここでファイトマネーちょっと教えておいてください。はい、レノックス・ルイスの最低保証がですね400万ドルです。そしてゴルタの方が175万ドルなんです、はい、ところがですね、ペーパービューの歩合を入れますとですね、レノックス・ルイスの方が700万ドル、8億4000万円、はい、そしてゴルタの方が、200万ドル、2億4000万円、まあ、すごいですね。ということですね、さすが8億対2億ですね。いやー、ね、さあそれでは参りたいと思います。名イベントですね、 WBC 世界ヘビー級タイトルマッチ、レノックス・ルイス対アントリュー・ゴルタの一戦です。場所はアメリカ・ニュージャージー州アトランティックシティのコンベンションホールのリングです。WBC 世界ヘビー級タイトルマッチ、チャンピオンレノックス・ルイス対2位のアンドリュー・ゴルタの一戦です。さあまずは挑戦者の入場です。アンドリュー・ゴルタ、大きな声を出しました。先導しているのはルー・デュバです。まあ、これが世界初挑戦になります。アンドリュー・ゴルタ29歳、193センチ、リーチが213センチあります。今日この試合を勝ちますとポーランド人として初めての世界ヘビー級チャンピオンと。証明はできましたよね。そうですね、まあ、浜田
さん、はい、確かにドブローというのはありましたけれども、内容的には押していたというのはこれはもう客観的に見て否めませんからね。もしドブローの反則負けがなかったら、あ、ゴロタの勝ちかなというふうに見えましたけどね。なんで向こうでドブローするんだろうというふうに思いましたけどね。本人もあの2試合だけはなぜ続けてやってしまったのかと随分と考えたそうです。あの2試合から本当に多くのことを学んだと言っていますアンドリュー・ゴロタ。2度目またやってしまった時には本当に自分でもがっかりしたと言っています。しかしこのように世界初の挑戦をすることができるまでになりましたアンドリュー・ゴロタ。思わぬ幸運が目の前にやってきたわけです。これを何としても手に入れたい世界初挑戦のアンドリュー・ゴロタ。現在の WBC のランキングはヘビー級5位です。30戦28勝 25KO2 敗。さあ今日はどういうファイトを見せてくれるんでしょうか。あのボートの試合パート2からは10ヶ月ぶりの試合ということになります。今その巨体をリングに入れましたアンドリュー・ゴロタです。さあですね、現在、まあ、タイソンが、まあ休養中ですよね、はい、この条件下で考えられる最も面白い組み合わせですね。そうですよね。あの棒からダウンも奪いましたアンドリュー・ゴロタ。本当に満員に近い、おそらく満員という表示も出るかもしれません。コンベンションホールアトランティックスティですから満員御礼の誰かが下がらないんですけどよく入ってますよね。ファンの皆さんはこの試合が高価だっていうのを知ってるんですよね。WBC 世界ヘビー級タイトルマッチ12回戦、お客さんはほとんどの方が立ち上がっています。レノックス・リースは果たしてどういった戦い内容を見せるでしょうか。一時はペーパーチャンピオンと言われたこともありました。しかしまだまだその本当の意味での真の実力の証明をしたことにはなっていません。なぜならば強い相手とやっていないじゃないかというかなりの声が上がっています。まさにこの試合こそがその実力の証明をする試合でもあります。レノックス・ルイスです。名参謀としてエマニュエル・スチュワードがついています。あの人気もデラフォーヤのコーチでもありますスチュワードがそばにぴったりとついています。浜田さん、はい、この辺りからあのルイスの、ね、戦い方がちょっとずつ変化を見せているという、ね、話をしましたよね。あの一発狙い、右の一発狙いが、はい、主体でしたけどね、やっぱり一発決める前にいろんなことをするようになりましたよね。そうですね。統一へ向けてこの WBC タイトル2度目の防衛戦になりますが、そうめったにこの統一の路線ができるわけではありません。あるいはこのルイスにとって最後かもしれない、そういうことも言われています。その辺は小泉さん十分本人も承知しているのでもね、そうなっても来る統一のチャンスじゃないですからね。そうですね。まあ機運というのが熟してるんですね。まあホリフィールドとモーラー、これが、まあ、WBA のチャンピオン、ダイビングのチャンピオンが11月にやりますよね、はい、そしてこの試合の WBC の、 そのチャンピオン、統一の君が盛り上がってるんですね。まあ、繰り返して言うようですが、これはぜひともファンの皆さん頭に置いてこの試合をご覧いただきたいと思います。レノックス・ルイス対アンドリュー・ゴロタ、今後のヘビー級戦線大きく占う大一番であります。32戦31勝 25KO1敗というレノックス・ルイスリングに登場しました。この試合をさばきますレフリーはジョー・コルテスです。このジョー・コルテスはですね、控室でかなりローブローの注意しっかりしてましたね。しましたね。特にゴロタの方にね、はい、してみました。さあマイケル・バッファーです。 Ladies and gentlemen, good evening and welcome to the main event brought to you by Main Events and your undisputed undefeated king of beers Budweiser. This bud's for youAlong with Panix Promotions and Ziggy Promotions. This bout is sanctioned by the New Jersey State Athletic Control Board, Boxing Commissioner,
Larry Hazard Sr., Chairman Jerry Gormley, Board Members Gary Shaw and Stephen Katz, Deputy Commissioner John Greco, Chief Inspector at ringside Sylvester Kyler, the physicians in attendance at ringside, Dr. Richard Snepper, Dr. Howard Taylor, Dr. Kenneth Remsen, Dr. Eric Wormser, and Dr. Earl Shaw. The timekeeper at the bell is Arthur Spell, and counting for the knockdown seconds, your alternate referee, Eddie Cotton. This belt is also sanctioned by the World Boxing Council, President Jose Suleiman, WBC Supervisor at ringside, John Kofi. The three judges scoring the belt on a 10-point must system will be Marty Dinkin, Chuck Hassett, and Barbara Perez. And when the bell rings, working for the 97th time in a world title bout, referee Joe Cortez. And now, ladies and gentlemen, for the thousands in attendance and the millions watching around the world, from the boardwalk home of champions, Caesars, Atlantic City, let's get ready to rumble! Twelve rounds of boxing for the WBC Heavyweight Championship of the World. Introducing first, fading out of the blue corner, wearing white, trimmed with red, and weighing in at 244 pounds. In his professional career, he has registered 25 knockouts in his 28 victories, and he has suffered two losses by disqualification. Ladies and gentlemen, by way of the Windy City, Chicago, a native son of Warsaw, Poland, here is the pride of Poland, introducing the challenger, Andrew. The ring in the red corner, wearing red, trimmed with white, and weighing in also at 244 pounds. In 1988, he captured Olympic gold, and now as a professional, in 32 bouts, he has 31 victories with only one defeat, and he has scored 25 knockouts. From East London, England, ladies and gentlemen, presenting the pride of Great Britain, the two-time world heavyweight champion and reigning WBC heavyweight champion of the world, Lennox Lewis. 王座に返り咲いてからこれが2度目の防衛戦です。レノックス・ルイス チャンピオン です。 レフリー は ジョー・ コール です。 WBC 世界ヘビー級タイトルマッチ12回戦まもなくゴングが打ち鳴らされます。浜さん、ワンポイントお願いします。まあやっぱりレノックス・ルイスの右の一発、はい、そしてアンドリュー・ゴルダの何をしでかすような何をしでかすか分からないようなこの表情ですね、はい、不気味ですね。さあ両者の目が合いました。 WBC 世界ヘビー級タイトルマッチ12回戦、アメリカはニュージャージー州アトラスティックシティコンベンションホール、超満員に近いお客さんが入っています。おそらく1万6000という数字が出てくるのではないでしょうか。その大観衆が見つめる中、さあレノックス・ルイス、アンドリュー・ゴロタを迎え撃ちます。まもなくゴングが鳴ります。白のトランクスが挑戦者アンドリュー・ゴロタ、そしてすでにコーナーから出ています赤のトランクス、レノックス・ルイスです。今マウスピースを加えましたゴロタ、最後にルーディバが気合を入れています。両者が視線を交わしています。今ゴングが鳴りました。試合開始です。さすがの2人とも大きいですね。身長は196センチルイス、そして193センチゴロタ、見事な体格です。左を出していきましたチャンピオンルイ、これを受けていますゴロタ、出ていきます左を使います。ゴロタの広い背中、広背筋躍動します。長いリーチ、ミロスルト、チャンピオンルイスです。まあ右が当たるとルイス調子乗りますよ、あの強烈な右、いつ炸裂するんでしょうか。それも見どころの一つです。レノックス・ルイス32歳になりました。
これが33戦目、 WBC 世界ヘビー級チャンピオンルイス、右のストレート左返した、うん、右の打ち下ろしです、当たっておりません。さあしかしコーナーに入りました、十分恐怖を与えたようですね。右のストレート左、右のストレート右、連動します、ダウンだダウンだダウンダウンだ、この表情入りましたね、右入りましたね、早くも右が炸裂しました。試合はどうだ、続くのか、あー効いてますよ、あー効いてますね、ぐらつきました、この巨体がぐらついています、効いてますね、さすがですね、これは。さあルイスが行きます、俺はボーと同じだと思うなというボー、それを乗り越えるというこのルイスです。ミノカ左、身を返していきます、流れつけます、ダウン、どうだ、試合終了か、試合終了です、なんと1ラウンド、あっけなく試合が終了しました。何にもできなかったですね、何にもやらなかった、今から2度目の防衛に成功です。強かったですね。まさにこの伝家の宝刀、右の一発がヒットさえ進めば、その言葉通りレノックスルイス右で沈めました。ただ右だけじゃなくてですね、右を当てる前にありました、ね、左が出たんですよね、作りの部分がありましたね、はい、そして長い右が飛んできましたから、どっちかというとゴロタはゆっくりしたスタートするんですね、ゆっくりしてる間に右がすかさず何発も飛んできて、さすがにタフなゴロタも沈みましたね。まるでこの速さ、あのマイク・タイソンが4年間の沈黙を破ったビター・バクリー2戦、似たようなそんな雰囲気がありました。怒涛の攻めでありました、レノックス・ルイス。アンドリュー・ゴロタのテクニック、そういったものが一切吹き飛んでしまいましたね。いや本当に今日は何もしてないですね、ゴロタは。とんでもない何かをするんじゃないかなというふうに思いましたけどね、何にもしなかった、何にもできなかったということですかね。俺をボーと同じだと思ったら大間違いだと、ライオンの穴へようこそ来たなと、ライオンが目を覚ましたぞと、こう言っていたのはレノックス・ルイス。まさにライオンが目を覚ました、そこへ入っていってしまった、そんな印象がありました。 WBC 世界ヘビー級タイトマッチ。まもなくこのリングでインタビューが行われていると思います。どういった言葉が聞かれますか。できましたら小泉さん、またいつものように、訳していただきたいと思いますが、まあ、エマニュエル・スチュアート・トレーナーがですね、まあ、みんなはタッファイトになると、まあ、激戦になるというけど、そうはならないと思う、レノックス・ルイスの楽勝になると思う、まあ、豪語してたんですけど、まあ、そのエマニュエル・スチュアートの言った通りになりましたね。高いガードのですね、真ん中を貫いてですね、ストレートが当たりましたね。コーナーに入る前、すでに左もヒットしていました。まあ、ゴルタするとそんなに器用な方じゃないんで、もろに攻めましたね、いや、しかしこれはソウル組でもの対戦でもあったんですけれども、そうですね、ソウルオリンピックもですね、そのルイスはスーパーヘビー級の金メダリスト、このボルタの方はですね、一クラス下のヘビー級の銅メダリストなんですね。そのメダルの違いを吹っ飛ばしたという、そういう方もできるような気がします。本当に凄まじい攻撃力を見せました。まあ、世界初挑戦という、そういったプレッシャーもどこかにあったでしょう。しかしそれさえも感じさせる、観客に感じさせる前に試合を決めてしまいました、レノックス・ルイス。まあ、ゴルタとするとやっぱり世界初挑戦、プレッシャーあったんですかね、世界ヘビー級タイトルとなると違ったんですかね、その何も考えてないような表情のゴルタなんですけどね。まあ、浜さん、勝負の鉄則に相手に何もしないうちに自分だけが攻撃するというのがありますけど、まさにそうすれば勝てるわけですからね。まさにその試合ですね、今日は、相手に何もさせませんでした。 WBC のベルト、またこの太いレノックス・ルイスの胴に戻ってまいりました。まだ気合ってますね。
5 seconds of the very first round, the referee Joe Cortez calls the fight to an end. The winner and still WBC heavyweight champion of the world, the pride of Great Britain, Lennox Lewis. Pride of Great Britain, 英国の誇り、レノックス・ルイス。圧勝で2度目の防衛に成功です。浜さんがおっしゃった通り、はい、静かな表情なんですが、その中に闘志がまだメラメラと燃え上がっているような感じですね。まだ気合入ってますね。今笑顔見えましたけど、まだ火は消えてないですね、これね。体の中はもう発火しているような感じです。あ、しかし徐々にそれでも症状は膨れてきています。あ、リプレイですね。右を当てるために、左を出してやっぱり一番良かったんじゃないですかね、今まで。これでもかなりプレッシャーかけてますよ、ね、かけてますね。この辺ロープ詰められてですね、回り込むところもなかなか機敏だったんですよね。素早くこの中央に戻ってきました。そう、この右かすり気味だったんですけど、これがゴロタに対して十分パンチあるなと思ったでしょうね。かなり恐怖感与えたでしょうね。スピードありましたね、ストレートパンチに。またこれからの爪が鮮やかでした。ジョー・コーテスが懸命に押し戻します。正確に右を当てていきました。まあ、浜さん一発目のダウンでかなり揺れてましたからね。もうあれで決まったと言ってもいいでしょうね。まあ、はっきり言って足がぐらついてました。フラフラ状態でした。リングサイドにかなりお客さんが集まってきています。まだインタビューはまもなく行われるようです。ポーランド人として初めての世界ヘビー級チャンピオンはなりませんでした、アンドリュー・ゴロタ。だからボクシングでは何が起こるか分かりませんね。試合だけはタフな試合になるんじゃないかと。ゴロタにも、ゴロタしぶといですからチャンスがあるんじゃないかと思ったんですけど、こんな鮮やかにまさか1ラウンドで決まるとは思わなかったですね。激しい戦いになるだろうということは予想を十分していたんですが、How do you feel after finally making such a dramatic statement, the kind of statement that people want to see in a heavyweight champion? Well, basically, you know, I just wanted to go out there and make my statement to the world because I want to prove that I'm the best heavyweight on the planet, and I want to consolidate all the belts together and take it from myself. Have you been turned from, I don't know, a big pussycat into a big tiger? Well, I told Galata, welcome to the lion's den, and you know, you could say the people were woken a sleeping lion, and that was me. I just wanted to go in there and prove my point. I wanted to go in there and get rid of him. Like I said, I wanted to get rid of all the misfits in the heavyweight division right now, and you know, Galata was the last person on my list, and I basically wanted to go out there and hit him before he could commit any fouls in there. Once I had him hurt, just take him out.まあ、ゴロタはですね、その挑戦者リストの中で最後に残った強い選手だったけれど、ここで自分はもうこれを仕留めた、だから自分の強さをこれで証明したんだということを言ってますね。まあ、作戦通り戦ったんだと。And prove my point, and not really worry about him. Everybody was making a big statement about the low blows and him being dirty. まあ、あの試合前みんなそのゴロタのですね、ローブローとかそういうことを言ってたんだけれど、自分はもう作戦通り、エマニュ
ネルソルドが作った作戦通りに戦って仕留めたんだと。All right, we want to take a look at what happened in the ring again and have you describe to us, Lennox, what you saw early on and how you imposed yourself on Goliath. You know, I realized that he was a bit tentative, you know, with his punches. He was basically waiting for me to do my thing, but he's never seen nothing like me. My kind of speed, my kind of accuracy, especially my kind of punching power. Once he got here, you know, you see what happens after one punch. You know, he basically reacted in a negative way and he was hurt. When he got up again, wobbly.The count, but I wanted to take my time and I was very intense. まあ自分はですね、もうここを、まあ、鮮度とですね、インテンス、まあもう激しく攻めたんだと言ってます。To this lion for several years since you've begun to train him that he had the kind of ability to do this rather than to be a counterpuncher. Has he finally achieved what まあ以前のワンパンチ狙うカウンターパンチャーからですね、こういうふうにもうそのライオンのように激しく攻める選手に変身をかけたね。That's why I was excited when I got involved with him. But he's a puncher first. And the thing that amazed me about him, he's going back to the old days when he really was an aggressive person in the streets. But the thing about his accuracy is so much that if he punches, his volume goes up, his knockouts are going to, because he's a very accurate puncher. Lennox, what are you hoping for next? Stuart は言うのはですね、非常にパンチのある選手だけれど、そのトレーニングによってそのパンチの性格を増したと。よりいいそのパンチャーにその向上したんだっていうことね。That's my goal. Thank you very much, and again, congratulations for a very convincing. まあ非常に素晴らしいあの勝利におめでとうって言ってますね。まあラリー・マーチャントですね。まあ今日の試合はもう言うとこなしでしょう。ですね。まあレノックス・ルイスの強さ、いいところがすべて出た感じがしますね。明日相手がゴロタですからね。まあ、あの百獣の王に例えてましたけども、ライオンズ10ですか、はい、ライオンの穴とかライオンの巣みたいな感じだと思いますが、そこにまさに入っていってしまったというアンドリュー・ゴロタ。そうですね、まさにやられてしまいましたね。ゴロタの方はインタビューこれできるんでしょうか。あ、できそうな雰囲気ですね。まあ、以前は一発狙いのですね、まあ、右の強打だけの選手だったんですけど、今非常にそのアグレッシブな攻撃的な選手に変身しましたね。でスピードも出てきましたし、それから速攻ですね、その左右ストレートの連打で速攻で仕留めるタイプに変わってきましたね。官邸に送られましてチャンピオンレノックス・ルイスがリングを後にします。まあ、やっぱりあの浜田さん、はい、ということはトレーナーの先ほどインタビューにも答えてましたスチュワードが、うん、ルイスを生まれ変わらせたんでしょうね。そうですね、あのもうルイスがオリバー・マクオールのタイトル取られた後ですね、左を出すようになったんですよね。はい、あ、ちょっと待ってください。 What happened, you know, I just got caught, you know, it's hard to understand to me that, you know, why did it happen, you know, and what can I do? Accident.You never had a chance to use your jab convincingly to do anything. Was he just too strong and too accurate with his punches? まあ強すぎたのか、あまり正確だったのかって言ってる。I guess too nervous, you know, and ちょっとナーバスだったって。You say that you were a little nervous because of the pressure.In some ways, did all the talk of the low blows inhibit you, make you less aggressive than you would ordinarily be? まあローブローがですね、その試合前その取り沙汰されてる、ね、それがちょっとまあ元気を失わせて、その構成を取らせなかったんじゃないか。A little bit too much, you know, but what can I do, you know, I can't just, you know, make guilt anybody else around, you know, because I lost the fight, you know, so... You're saying that... まあ自分は戦いたい気はあったんだけれど、そのたまたまこういう結果になったんだって言ってますね。Added to the pressure of fighting for a title for the first time. Would that be an accurate reflection of what you said? まあこれ初挑戦で、その意味で何か影響があったんだろうかと、精神的に。Believed in that I'm able to fight for a title, you know.
まあこれはもうアクシデントのようなもんだと、まあ、そのあまりいい試合見せられなくて申し訳ないと、トレーナーそしてルードバー、まあしっかりトレーニングしてきたんだけれど、まあ、このような結果になって、まあ申し訳ないと言ってますね。はい、敗者アンドリュー・ゴルタのインタビューでした。レノックス・ルイスがアンドリュー・ゴルタをあっという間に1ラウンドで、退けています。統一へ向けて WBC タイトル2度目の防衛に成功いたしました。浜田さん、はい、何か起こっちゃいましたね。本当にこれは予想できなかったですよね。そうですね、もう本当に全部一人でやってしまいましたね。まあゴルタには何か期待したんですけどね、はい、まあ、ただ今日のルイスはですね、今までの試合の中で最高試合じゃないですかね。あの、ね、右が不発してしまったわけですよね、だから逆にも左は出さない方がいいんじゃないかなと思ったんですけど、今日のはもう左を打ちながら右を引いていて、はい、いつでも打てる状態、あの右だったらもうナンバーワンでしょうね。はい、どうですか。私は負けた方のゴロタの身にちょっとなるんですよね。まあちょっと歯がゆい悔しいところがあると思いますね、まあしっかりトレーニングしたと、それでこんな試合の結果になってよくトレーニングつけてくれたのに申し訳ないって、まあルードバとそしてもう一人トレーナーに言ってましたけど、本当にそういう気持ちだと思いますね。だから彼は彼なりに一生懸命やったんだと思うんですけど、やっぱりナーバスになったって、まあ試合に硬くなってる、まあその動きが滑らかにならない前にいいパンチを食ってしまったと、まあ一種のアクシデントみたいだったのかも分かりませんね。まあボクシングにつきものの、まあ1ラウンド KO、それが起こったっていうことですね。まあそのボクシングの非常さをですね、数字で表したものが届いてきたんですけども、あのパンチの的中率ですね、ルイスの方は36発打って30発当たりました、 83% なんですが、ゴルタはですね10発打って2発当たりました、 20%、 2発でも当たってたんですね。はい、それで2億4000万円ですね。まあちょっとそれ言うのは皮肉ですけれど、まあボクシングですからね、こういうことも起こりますね。ちょっと VTR をですね、振り返りながら、今度じゃあゴルタサイドでちょっともう一度振り返ってみたいと思います。この辺の盛り上がりというのはもうかなり素晴らしいものがあったんですけどね。顔ぶれとしては最高ですよね。結構今見ますと浜さん、ゴルタ緊張してたんですね。いやそうですね、本当に普段表情を変えないゴルタ、何にも考えてないそうな顔が、本当に硬いですね。やっぱりヘビー級世界タイトルマッチとなると違うんでしょうね。逆にルイスはすごくこう、いや気合入ってますね。いいんですよね。気合入ってますね。まあ初めての世界挑戦というのがやはりどこかゴルタの方にあったようです。ですからこれもあの小泉さん、ルードゥバがもう直前まではそこをずっと何か話しかけてたんですよね。その辺のことだったんでしょうか。言ってないときは全部悪い方向に向くもんですね。類推するにですね、はいはい、まあそのゴルタがそのコーナーで非常に硬いっていうことでですね、ちょっと目覚めさせるって、カツを入れるためにですね、そのしっかりしろ、行くんだぞっていうことを言うためにちょっとルードバー出るの遅れたのかも分かりませんね。かもしれませんね。あの浜田さん、はい、あのゴルタの方の動き追いかけてどうですか。まあ、どっちかというと全体的にスロースターターなんですね、この選手は。そうですね、まあ、ですからエンジン、さあ今からエンジンかけようかなと、いう時に、まあ、アクシデントというと交通事故あったようなもんですかね。うまくコーナーに追い込んだんですが、これはルイスの方を褒めたらいいんでしょうかね。うまく身を切り返した選手が、ルイスは本当にいい動きが軽快ですね。ここら辺り、まあ、一発いいパンチ食わなければなんとかというところもあったでしょうけど、もうガードのど真ん中突き破りましたからね。一番もらってはいけないパンチをもらってしまいました。まあ、タフナル、ゴルタでももろに食いすぎませんね。エンジンかかる前ですからね。
これ小泉さん、ジョー・コルテスがしっかりと確認しましたね、ここは。そうですね、すぐに行こうとしたんですが、それをちょっと押しとどめたところがありました。しかし結果は同じだったようです。まあ、最初のダウンですけどね、ああいうウェイトの持ったストレートをですね、その打ち込みの効いたフォロースルーの効いた形で来るとやはり効きますよね。まあ、レフリーの温情で、まあ、まして世界ヘビー級タイトルマッチですから、もうちょっと続けさせてはくれたんですけれども、まあ、1回目のダウンで、まあ、勝負決着がついてたような思いますね。ルイスのコメントがその後届いてまいりまして、あのカウントあれ20ぐらいあったような、いったような気がしたからねと言っていますね。まあ、そんなに長くなかったかな、でもその分長くテレビに映ったからいいかなと、まあ、余裕のコメントです。いや、ゴロタとしてはですね、ここでなんか体が温まってないと、でここでブロックして回り込みたいところだったんですけれど、いいパンチ食ってしまって試合終わってしまったんですね。これがボクシングの凄さですよね。すごい、まさにヘビー級。